自分が物欲に満ちていれば、まるまるが手に入らないと幸せにならないんじゃないですか。僕はそれも脱出したかったトラップだと思うんですよ。 だから丸々がないと幸せじゃないという人になりたくないなと、若い頃家計が苦しかった頃にも思ったんですよね。えいくつぐらいで乗り越えるんですか普通、家計が苦しい時って、そうなんかじゃお腹いっぱい好きなだけレストランのこのメニューを頼んでみたいとか、そうやりたい物欲っていっぱいたまったまま育つじゃないですか、普通。<laughs> まあ、それはまだありますよ。だから自分の実家では、例えば炭酸飲料水を買ってもらえなかったですね。飲ませてもらえなかったですよ。高いし。<laughs> これって言ったら栄養がないからってお母さんが何飲んでたんですかじゃお水 <laughs> あマジっすかあとだし粉乳だし粉乳の美味しい入れ方分かってますよ<ー>一時期すごい美味しかったんですよ、うん、そもそも炭酸飲用水飲ましてもらえるかから今好きなだけ飲んでます昼、うん、<あ>クさんはどこで欲しくて手に入らないものは<ー>経済力がついたら何を手に入れたんですかいや変わってないですよねだ金持ちになってこれ買いたかったかそもそもあんまりなかったんで 炭酸飲料とかカップラーメンとかも僕すごい好きなんですよ。あの子供の頃にそういうものを食べれなかったから、うん、ただ今でも習慣はなくて、なんかその買えなかったものだから買わないっていう習慣が身についちゃってて、サイゼリアのドリンクバーとか行くとすげえコーラ飲んじゃうんですよ。おコーラただで飲めるじゃんみたいな。違う、うん、飲まないと損でしょそうそうそう、だから,だから<う> <laughs> とりあえずいつも飲まないものいっぱい飲もうとか、野菜ジュースとか果物ジュースとか単価が高いから飲んじゃうみたいな、そういう癖があって。わかるわかる。